公共曲第2番は、別宮貞田が1975年から1977年にかけて作曲した2作目の公共曲。1975年から1977年にかけて作曲され、同年10月30日に山田和夫式 NHK 公共楽団の演奏で、上演された。その後誌であるメシアンに楽譜とテープを送り、 彼に賞賛されたことで改訂版を検定したという。作品は1978年と2004年に改訂されたが、別宮自身は第一楽章があまりにも日本的であるため作曲者自身失敗作と語っている。ピアノ、ハープ、チェレスタ、ビブラフォン、シロフォンを含む三冠編成による自由なそなた形式。和太鼓のリズムを想起させる。 フリギア音階的な第一主題がユニゾンで提示される。しばらくするとバイオリンが第二主題を提示し、やがてフルート、チェレスタ、クラリネット、ビブラフォンに受け渡される。やがて第一主題と第二主題をモチーフとした動機がそうされた後、木管に日本の笛の音を想起させる第三主題が現れる。再現部は第一第二 第3主題の順に再現される。リター2のようにという副題が付けられている。まず第1バイオリンが加工音系による第1主題を提示し、直ちにオーに受け渡される。第2主題は、ホルン、クラリネット、第2バイオリンの上で、第1バイオリンが提示する上高音系となっている。主題は、その後フルートとトランペットが引き継ぎ、第1主題の再現を経て、 頂点となる。やがてフルートにコラール的な主題が現れる。再現部は第一、第1、第2主題が楽器を変えてそうされ、第2主題が再現された後、フルートによる第1主題の階層で曲を閉じる。バッハ、ブラームス、オネゲル的なバッサカリア風の楽章まず、バスクラリネットとコントラバスが抑用のある主題を提示し、 その後半音階的な主題と第一楽章の第三主題が現れる。やがて、フルートとチェレスタが無調的な旋律を奏でる。ありがとうございます。